夢を見ていました。夢の中の人になった私は、その人が死の際に立っていることを知りました。体中傷つき、巨大な敵意がその身に降りかかろうとしています。私は叫びました。死んじゃ、死んでしまう。なのにその人は決して諦めようとしません。ここで終われるはずがないと、その人は何度も叫んでいたのです。何度も。けどな、ここで立ち止まってるわけにはいかねえんだよ。なんだよ、もっと楽しませろか。退屈しまうだろ、君。やりっぱなしは俺の性に合わねえからな。だからさ、あれをやろうぜ。あれの続きを。こんなあんたまで嫌がるのか。やべえな、こいつは。あんたな、こいつはよ。ちっちゃい、ちっちゃいもんなのに重てえじゃねえか。くそ、重てえんだよ、こいつらが。あっさりかもしれなかった。あっさりと。夢を見ていました。夢の中にいる人になった私は、力を求め続けています。守りたい人がいるから、守りたいものがあるから、自分であることをつかみたいから。だからこそその人は強大な力に立ち向かっていくのです。マッサスラストブリッツ。俺はやられに来たわけじゃねえ、背負いに来たんだ。視野を狭めろ。余計なものは視野の外へ流せ。やった、もっとだ、もっと、もっと、もっと輝け。今すぐ捨てたい、偽りの仮面つけたこの自分を、ひらついた月と闇が交差するスパイラルスカイ。未知な道を進む旅路、その果てに何があるのか。大切な今日だ。おい、早くしな。もっとだ、もっと、もっと、もっと輝け。それとも動かない孤独を強さに変えて、 Trust in my soul、 あるがままこの心を導いて、 Trust in myself、 願い込む
なんだよ、もっと楽しませろよ。退屈しまうだろ、君。何やってんだよ俺。